皆さん、こんにちは。わかです。今日もね、トーク動画が2回になります。ちょっとね、みんなに聞いてほしいなというか、ちょっとほっこりエピソードみたいなのがあるので、まあ、よかったら、最後まで聞いてみてください。えっとね、まあ、遡ること、1週間前の話なんだけど、うちの S 君っていう子が、誕生日に買ってもらった傘を、割と大切にしてた傘なんだけど、なくしてしまって、 で、割と大切にしてたから、まあ、置き忘れたりとかすることもなければ、まあ、なくす、壊すってこともないんだけども、まあ、なくなっちゃったごめんね、せっかく買ってくれたのに、って。うん。で、それでごめんね、って謝ってきたんだけど、まあ、なくなっちゃったものは仕方ないね、って話だったんだけど、もしかしたら、盗まれたりとか、なんかいじめで隠されたりとかしたんじゃないのかなってことで、よほど大切にしてたから、よほどの事情がない限りなくならないよねってことで、 まああ一応、本人にも、あの、どこへなくしたか分かるって言ったら分かんないどっかに置いちゃったごめんねって言ったからまあ、本人も多分なくしてはいないんだろうなみたいななんか事情があってまな、あ、くなってしまった、うん、っていうことなのかなっていう話だったのねでまあ一応学校の先生にもねもしかしたら傘をあの ね、学校内で紛失したかもしれないんですけど、どって言ったら、あ、そうなんですかもし何かあったら、じゃあちょっと確認してみますって形だったんだけど、まあ、学校でなくしたというね、保証もないし、どこでなくしたかもわかんないんだけど、まあ本人が大切にしてたね、母さんはなくしてしまいましたっていうことで、まあお話だったんだけど、本日その傘が見つかりまして、まあ学校の方でね。で、見つかった理由っていうのが、すごい壮大なエピソードというか、まあ大げさに言ってしまえば、 いや、これ本当なんだろ、うスカートジャパンとかに出れるんじゃないか。いや、スパットジャパンじゃないな。なんだろ、あの、下手すれば、あの、なんか、ちょっと心温まるストーリーみたいな感じなんだけど、まあね、俺の話って長くなるからさ、あの、長くて申し訳ないんだけど、まあ、簡潔に話すね。その子が、その S 君がが傘を、あの、なくした理由って、いじめられてたとか、取られたとか、あの、 同級生で、で、傘を忘れた子に貸してあげたとかじゃないの。というか、学校でなくしたわけじゃないの。でも、学校の人が見つけるけど。で、なぜかっていうと、本日の、えっ、ー、と、3時かなに、学校の方に、女性が現れまして、まあ、その方が傘を持ってたんだけど、その女性の方が、ここの学校の生徒さん、 まあイース君の名前が、シェード貼ってあったんだよね、傘に。に、傘をお借りしたんですけども、あの、ちゃんとお礼を言えなかったのと、本人に、ね、名前のシェードも貼ってあるし、大切な傘だろうから、お返しくださいっていうことで、届けに来てくれたの。で、俺は、あ、女性に、傘を貸してあげたんだ。あ、すごい親切じゃんって思ったんだけども、 貸した理由っていうのが、なんだろうね。その、S くん。すごい温かいなと思って。なかなかさ、俺、ちょっと親バカかもしれないけど、親バカっていうのかな。まあ、施設の、まあ、センター長っていうかさ、親御さん的な立場だから、親バカ発言になるかもしれないけど、そうそう、こんな優しい子いないぜって思ったの。そのね、女性に、 傘を貸した理由ってのが、まず、女性は傘を持ってなかったのね。まあ持ってなかったから貸したんだけど、その、急に雨が降っちゃって、まあ雨に打たれて帰るのは大変そうだったと。で、まあ誰しもさ、雨に濡れながら帰ることってあるじゃん。どうしても。傘なくて。雨やよとしてても、まあ、降ってるから仕方ないな、みたいな感じで。で、その S ス君まあもう名前をね、S ス君って言うとちょっとさ、あの、めんどくさいから言っちゃうんだけど、ショウ君ってこうね。ショウ君 その女性に傘を貸した理由って、単にね、その女性が、あの、雨に濡れるのに困ってたとか、その女性を気に入ってたかとかではないのよ。一目惚れしたとかね、そういう、なんだ、単純な話ではないんだ。その女性だからこそ傘を貸したくなる理由がた。それが、何だったかっていうと、まあ、これでね、クイズにしたところで、あの、や早く答え言えやってなるし、え、なんでしょう 三択ですとか言われても困るから、もう答え言っちゃうんだけど、妊婦さんだったの。お腹にね、赤ちゃんがいたの。で、うちの翔くんは、あ、あの、おね、お姉さんお、お腹の中に赤ちゃんいるんだ。雨に濡れたら大変。風邪痛いたよって思って、傘を渡して、僕傘2本持ってるんで大丈夫です。っつって、タタタタタって言って走ったんだって。可愛いというか、暖かいというか、優しいというか、なんというか、 いや、翔くんと思ったね。で、そのね、お母さんが、今日、旦那さんと一緒に、学校にわざわざ届けに来てくれたわけですよ。で、まあ、名前の資料が貼ってあるからね、こちらの学校の生徒だと思うんですけど、つってさ、返しに来てくれたわけよ。で、学校に取りに行ったわけよ、翔くんと。俺はさ、先生に褒められたのをさ、聞いてさ、嬉しくなったね。なんだろう。うさすが我が息子みたいな感じ。俺の子じゃないんだけどね。 <laughs> だけど、なんだろう。俺の教えは間違ってなかったというかさ。なんだろう。すくすく育ってくれたなと思って。優しい子に育ってくれたなと思って。現在、彼は10歳かな。小学5年生だかな。多分。よく覚えてないわた。多分5年生だな。うちのね、施設の子供ってねあ小学、小学校5年生だっけ ?6 年生だっけっていう子結構多いのよ。あの、 聞けば、聞けばわかる。それに、多分、名簿見ればわかるんだけど、俺が覚えてないだけです。確か5年生か6年生だよな、みたいな。いや、翔くんはね、人一番優しい子だけど、妊婦さんがね、雨に濡れたら、風邪ひいちゃうな、赤ちゃんもう風邪ひいちゃうな、と思ってさ、大切にさ傘をね、迷うことなく、日本持ってるんでーつって嘘ついてまで、優しい嘘だよね。貸したっていうのがさ、すーごい暖かいと思ってね。俺さ、 あの子みたいな、優しい純粋な人が大人になってきたら、日本はすっごい暖かくなるなと思うの。なんだろうねうん。昨日のさ、レジの接客に対してさ、袋詰めしてくれたらありがとうございますって言った子もそうだけど、なんだろうねうちの施設の子供ってさ、みんな純粋なんだよね。いい子たちばっかりなの。でさ、 まあ、揃いも揃ってさ、いい子たち。まあ、いたずらな子もいるけどさ、みんなさ、寝がい,いい子たち揃ったなって思ったらさ、うちの職員が言うわけよ。ちょっと照れるけどさ、いや、お母さんがね、教えてきたことが、身を結んだんですよって、お母さんはいつも、誰かのために何かできたらいいよねとか、自分にできることをやろうっていうふうにね、いう、道徳心のある、うん、うん。自分を犠牲にしてまで人を助けるとは言わないけど、なんだろう、自分にできる限りの、 助けになることをしようっていうのね、教えてるんだけど、なんだろうな考うーん。感慨深いよね。なんて言うんだろう。こうしてさ、改めて実行されるとさ、俺もさ、教えた甲斐があったなと思うんだけど、でも俺さ、妊婦さんがいたら、傘渡しもしようなんて、一回も教えたことないよ。だから本人の判断だよね。そもそもさ、そんなことはさ、教えなくてもさ、本人の気持ちでさ、あ、お腹に赤ちゃんいるんだ、風邪切ったら大変だって思って渡せる。 これあってほしいのよ。もちろん、大切な傘だから、あ、どうしようかな、これ大切な傘なんだよな、うん、いや、貸さなくてって思うこともあると思うんだよ。うん、誰か他の人が貸してくれるかもしんないとかさ、いつか雨がやんだらあの人は大丈夫だよとか、思うかもしれないけど、迷いもなくさ、翔くんがさ、自分のさ、大切にした傘をさ、うん、迷うことなく渡したってのはすごいなって。でさ、渡した理由をさ、 あの知らないお母さんにあげたっていうわけでもさなくさ、なくしたっていうところね。ま、説明がめんどくさかったらしいです。本人に聞いたら。なんで、あの、隠してたって。それなら言ってくればよかったってったら、えーなんかめんどくさいかなと思って。それこそおか君んが、えーじゃあその人を探してきてあげるよとか言いそうだから、近所、ちょっと散歩してくるよとか言いそうだから、って。僕は別に帰ってこなくてもよかったんだ、って。お母さんと赤ちゃん無事だったらよかったんだ、って。でもそのお母さんもさ、旦那さんと一緒に、 ね、学校に来てくれて傘を私に来てくれて先生にね校長先生かな土曜日なのに学校に先生がいたのかなよく分かんないけどうん、まあ、学校にいる先生にさ私に来てくれてさ何だろうね暖かいねって思いましたまあ、ちょっとね俺がね話すとねこの話はね長くなっちゃうのをね省くんだけどまあ語れば語るほどねうちの子 たちはみんななね優しくて純粋だなと思うでもね、これはね、俺の教えが正しかったとかね、俺の教えが良かったとかではないんだよ。本人たちのね、うん、持ち合わせたね、優しさだね。だってさ、同徳心って誰かに教わってさ、実行するもんじゃないと思うんだよ。誰かに教わって学ぶことはできるけど、例えばさ、人に親切にしましょうって言われてさ、親切にするのとさ、人に言われなくても親切にするのって違うじゃん。 まあね、ちょっと話が長くなっちゃうので、簡単に締めるけど、なんというかね、こういう子たちがさ、大人になってさ、未来を明るくしてほしいなと、思います。まあ俺もね、まだまだちょっと、子供たちにね、学びを与えたり、また独身をね、与えたりして、ちょっとね、未来ある子供たちを、うん、守りたいなと思います。まあ大してね、俺ね、あの、すごいことやってないんですよ。センター長とか言っても。 うん、肩書きだけの人間なんで。うん。まあ、そういうわけで、今日は、ちょっと、これエピソードを語りました。まあ、またね、いつも通り、トーク動画がちょっと長くなっちゃったけど、語れば語るほど長くなるけど、今日はそういうお話でした。またね、あの、この後、夜に、改めまして、こんばんはって言ってから、トーク動画を上げて、ムスキング動画を上げると思うんで、よかったら聞いてください。まあ、このね、 動画はね、昨日の動画よりもちょっと暖かいかなと。まあ、昨日の動画に関してはね、俺の暴言が入ってたからね、良くないかなと思ったんだけど、まあ、見てくれた人がね、いてね、良かったなと思います。まあ、日続けてね、ちょっとトーク動画が長くなったけど、そこは、うん、ね、まあ、長えなって思ってください。<laughs> それでは、今日もありがとう。また後で、トーク動画を出します。それでは、聞いてくれて、ありがとう。